ワールドトリガーのサードシーズンの、今回オープニングテーマとして、書き下ろしさせていただきまして、前回のワールドトリガー の、 あのセカンドシーズンのエンディングでは未来英語という楽曲を書き下ろしさせていただきました。で、それから、まあ、ワートリをバンドメンバー全員でこう、もう大ファンなんで僕らは、みんなで僕んちに集まって、ワートリをリアタイで見たりしてて、なんかすごいやっぱ、愛着が湧いてるとか、もう愛が溢れる作品の一つであります。ワールドトリガーが。で、そこからプロデューサーさんも、全然僕らが、セカンドシーズン放送終了後も、僕らの SNS のこう動向をずっと見守ってくださってて、今回も、サードシーズンのオープニングテーマのお話をいただいた時も、なんか神祭のやりたいことをやってくださいっていう風に言ってくれて、めちゃくちゃなんかこう、なんていうんですかね、関係性がただのこう、僕ら、このアーティストとアニメのプロデューサーっていう関係性をなんか飛び越えて、すごい、なんかぶっとい何かで繋がって、勝手にそういう気がしております。なんで、まあ、そういう熱い気持ちを僕らも汲み取って、なんかロックバンドらしさみたいなものを今回そのオープニングでタイムファクターで出せたらなと思っておりました。で、最初やっぱロックバンドってサウンド感もやっぱりぶっとくて、リフがかっこよくてっていうのが自分の中にはあったんで、まずはやっぱりどうしてもイントロから作り始めることになるんですけど、もうめちゃくちゃ自信しかないギターのリフだったり、ドラミングだったり、なんか今回全てのパートがめちゃくちゃかっこよくて、ギターもかっこいいし、ベースもかっこいいし、ドラムもかっこいいしっていう、今まで、未来英語とか特に、まあもちろんそれぞれの楽器パートもかっこいいんですけど、割とこう歌に重きを置いて作った作品ではあって、未来英語が。で、今回のタイムファクターはもちろん歌の力もそうなんですけど、こうバンド4人のこうまぐわった時のこう力みたいなものを目指して制作に入りました。で、今回こんなような作品ができて、アニメサイズでは、ワンコーラス流れるんですけど、ぜひフルサイズで聴いてほしいなというか、ワンコーラス後から、2番からよりこうバンドメンバーのそれぞれの楽器体のかっこよさみたいなものが表現されている楽曲になっております。ぜひフルサイズで聴いてほしいなと思います。